シュザ主教とは、キリスト教の聖職者の役職の一つである。聖教会に属する日本ハリストス聖教会、および聖公会に属する日本聖公会などで用いられる用語である。英語表記は、プライメートが一般的だが、アングリカンコミニオンのうち、スコットランド聖公会と歴史上その流れを組んだ。米国聖公会では、プリザディング・ビショップと呼ぶ。聖公会には、 総裁主教との表記もある。聖教会においては、独立教会もしくは、自治教会の長が、主座主教である。ただし、主座主教というくらいはなく、総主教、大主教、不主教のいずれかが、主座主教の任にあたる。総主教制を有する教会では、総主教が、主座主教となる。ギリシャ系の聖教会では、大主教が、不主教より上位であり、それぞれの独立教会、 自治教会の主座主教は、総主教でない場合は大主教である。スラブ系の正教会では、不主教が大主教より上位であり、それぞれの独立教会、自治教会の主座主教は、総主教でない場合は、不主教である。正公会の場合、世界のアングリカンコミニオンは、非常に緩やかな共同体なので、主座主教の対応は、管区の正公会の組織によって多少異なる。 日本聖公会の場合、主座主教と呼ばれ、全国の11教区の主教によって構成される、主教会の議長、日本聖公会総会の議長の役割を担う。主座主教の選出は、聖公会総会での選挙による。教区はそれぞれ独立しており、個別の宗教法人格を有し、原則として、聖職の人事も、教区単位で行われることになっている。立教大学プレスリリース。 ありがとうございます。